ピーターラビット、ピーターラビットだ。すげえ。行くか。ピーターラビットってあれウサギのやつだ。俺見たよ映画。ウサギがね、泥棒してたわ。来ました、ピーターラビット来たよ。あ、絹をいるね。お邪魔しまーす。こんにちは。こんにちはです。あれ、住民がいないな。ここに貝が置いてあるけど。え？ウナなんで来たの？え？なんか、びっくりしてる。待って、何人かいるぞ。このワールドに人がいる。すでに何人かいる。あ！え、どういうこと？来ちゃダメだったかな？もしかして。帰るか。帰るべ。じゃあ帰ります。すいません。ちょっとお邪魔しました。3人いるし。なんで3人いるんだよ。相部屋か？また1人増えたよ。いっぱいいる。いっぱいいるな。動画を回してます。これでいいでしょう。動画を回してます。あ、叩くのやめてくれた。え？え？変わった。おい！お前今可愛くしても遅いぞ。え、じゃあ案内してもらおうかな。どこ行けばいいんだ？あ、すごい。これ誰？このピンクの犬みたいな。ピンクの犬だ。見て、あ、イースター資料だ。すごい、イースターエッグがある。で、バーベキュー。海岸でバーベキューができるよ。なにこれ。フラミンゴ。フラミンゴ4匹外向いて。これ何かを待ってるのか？海外から来る。もしかしたら俺のことを待ってたか？フラミンゴ。俺空から来たけどな。何このブチスライムみたいな。ドラクエに出てくるブチスライムみたいな人。あ、見えない。ギリギリ見えないけど、これカックン。カエルか。毒カエルっぽい色してる。なんかマジでブチスライムにしか見えないんだけど。あ、またカエル出てきた。なんかよくカエル見るな。住民にもいるし、動物にもいる。お家はどこにありますか？あ、そこか。あそこだったのか。卵がいっぱいあったとこだったのか。クリスマスのリースかけてあるけど、もしかしたらこれは季節違いのリースかもしれへんな。ね、なんで入った瞬間、小人二人いるの？タンス、電子レンジ。まあ、生きてく上で必要なものが、ジジイが置いてありますね。はい。この部屋は。左の部屋に行こう。あ、イースター部屋だ。イースター仕様になってる。本当に子供部屋みたい。子供がいる感じがするよ。壁紙かわいいよね。これ椅子だよね。あれ？違う。ドレッサーでイメちゃん。あ、帽子かぶってるから意味ない。ちょっと外そう。見て。俺の髪の毛見て。急に生えたから。なんか髪の毛伸びるの早い人って変態らしい。ちなみに私、うなぎは髪の毛伸びるのがすごい早くて。まあ、月に1回、美容室行くんですけど、まあ、行くたびに美容師が大変そうになって俺の髪の毛切ってるわ。髪伸びんの早いっすね。毎回言われます。エロいんですかね。あ、寝室ではない、勉強部屋だ。ね、時間時計置いてあるし。これリアルタイムだ。瓶詰めされた船があるぞ。ドラえもんの道具では確かこの瓶から出したらでっかくなるんだよ。このまま船が出てくるっていう。確かそんな道具がありましたね、ドラえもんで。ああ、なるほど。まあ、ここもでも子供部屋って言ったら子供部屋だよね。うわあ、びっくり。びっくりした。忍者が3人いた。びっくりした。なにこれ。助けて。痛い痛い。すごいことになって。金出せ。やべ、強盗だった。助けて。やばい。助けてくれ。助けて、強盗に襲われてる。え、びっくりしたんだけど。どこに隠れよう。どこがいいかな。どこがいいかな。隠れる場所。木の裏に。バレてる。バレてる。助けてください。強盗に、3色の強盗に襲われてます。よし、
帰れ帰れ、危ない危ない、強盗だ、危ない、やばいぞ、早く早く逃げるんだ。あー、よかった、帰ってこれた。襲われるとこだった。まあ、すでにちょっと襲われてたけどな。